座り込み現場誰もいませんの一言が一斉に大発狂を呼んだ世界的に危険と周知されている沖縄米軍普天間基地の辺野古移転が地元の猛反対を押し切って強行されていると断定、市民団体平和団体とかが長年座り込みなどで反対運動を続けている本土では関心が薄い中国の執拗な沖縄近海への武装艦艇航行 北朝鮮は日本に向け頻繁にミサイルを発射これらの国の生態に共感する左翼が主導する反基地運動は国民の支持を得られがたいだから一層気が狂ったように飛び跳ねるステンマ基の田後市辺野古への移設計画をめぐり反対する市民らがキャンプシュアブのゲート前で座り込みを始めて今日で3000日となりました市民らは今日集会を開き 強硬にに工事をを進める政府に怒りの声を上げまし、た。そんな中、SNS にチャンネル解説者のひろゆき帽子が煽る。わざとおかしな人をリーダーにして、まともな沖縄基地反対派を増やさない作戦なのかな。と勘ぐってしまいますよね。 テンプ画面は福島みずほ社民党、棟梁が共鳴する祖母でなる左翼扇動家の山城電二が米軍関係の車を強引に止め、死ねと罵声を浴びせる様子だ。座り込み抗議が誰もいなかったので、0日にした方が良くない座り込み、その場に座り込んで動かないこと、目的を遂げるために座って動かない、知らない間に辞書の意味変わりました 1>, 1日20分ぐらいの抗議行動を平日に3回やることを、座り込み3011日と表現するのは、誤解を招く行為なので、抗議行動に変えた写真を添えながら、座り込み現場誰もいませんとやったから、バカにされたと左翼連中が一斉に大発狂、騒ぎが起きた。沖縄県の玉城で一時はいつか 現場で3000日余り抗議を続けてきた多くの方々に対する敬意は感じられない残念だ投稿は見識の違いだと理解しているただ投稿に対する波及は日頃ネットメディアを使っている方なら十分考えられたのではないかと白々しく語った大衆芸合好きのすっとんきょうな沖縄県知事は座り込みは常態化していないことを知っていよう ネット投稿者も実態の切り取りを大げさに投稿した。顛末の異様な反応だけを報ずる地元マスコミには沖縄県民の心情を勘案する気遣いなぞない。いわゆるプロ市民に問う。あんたらの目的は何政府は地域的に米軍基地が集まっている沖縄県に配慮して長年毎年3000億円もの復興予算を献上しているのだ。 県民に寄り添う主要目的は不十分でも達成できているではないか。日本の国力を考え了解されたい。県知事が先頭になって県民に解くべきだろう。お聞きいただき感謝申し上げます。